みなさんこんにちは、しょりみちゃんのしほです。はい、ということで今回はねホストコで買ってきた、なんていうの、新しい商品っていうのかな、初めて見かけた商品っていうのを買ってきたので、今回は紹介していきたいと思います。新メニューのニューっていうか我が家が買ったことないものってことだね。もしかしたらあるかもしれないし、ね、うちが初めて買ったものですね。はい、もうね、4種類っていうかな、買ってきて紹介していきます。まず早速紹介していくんですけども、はい、この前の2つはもう食べちゃった、これもか、これもう2つ食べちゃって、まあちょっと食べかけなのはご了承ください。1つ目がね、このタキシードケーキって言って、あのチョコレートケーキなんですけども、これ多分冬、今年初めて見た商品ですけど、私たちがこんな感じのねケーキでございます。ほんと半分しか残ってないごめんなさい、食べちゃいました。半分4等分にして食べちゃったんですけど、めっちゃ美味しかった。これマジでほんとしっとりしてたよね、うん、ほんとにしっとりで、上のねチョコレートがサクサクしてて、もう最高でした。なんかいちごのやつと迷ったんだけどね、いつも食べてる。あのショートケーキ、あのショートケーキあれもちょっとなんかね、リニューアルされてて新商品みたいな感じで出てたんだけど、なんかクリスマスはショートケーキ食べるかなと思ったんで、今回ちょっとチョコレートケーキにしてみました。はい、でも結構いいお値段なんですよ、これ3000円して約2980円だから、はい、3000円ですね。3000円して結構お高いんですけど、けど聞いてください、はい、5号のショートケーキ、うん、あれで3000円ぐらいでしょ。そう考えると安い思うんですよ。そうなんだよね、そう考えると安いんだけどね。でこれ8000円とかしちゃうよ8000円、はい、でもなんかねすごいずっしり詰まってて美味しかったね、はい、めっちゃ美味しかったです。皆さんもねチョコレートケーキが食べたいって思ったらこれをお買い求めください、うん、このねクリームがすごいしっとりしてるのね、なんかしっとりっていうか、クリームっていうか、そうそう、生地とかクリームほぼ全体がしっとりしてるよね。そうだよね、全体にしっとりしてる感じ。もう本当美味しかったです。私多分これ全部いけちゃう、うん、チョコレート好きには本当に、まあ、甘いもん好きには本当に、マシコさんもこれ全部いけちゃう。確かにスイちゃん全部いける、もう本当美味しかったです。はい、ということで今日の夜食べます。はい、次はね、これも食べてるし、こちらの、ローストビーフハイローラーですね、はい、皆さんハイローラーって聞いたことあるでしょうか。有名ですよね、有名ですよね、今、はい、コストコのハイローラーって有名ですよね、はい、でそれのローストビーフそうバージョンがあって、買ったことなくて、これ前からあるのか分かんないけど、うん、買ってみました。でこれも昨日の夜にちょっと食べちゃったんですけど、上に乗ってて食べちゃったんだけどめっちゃ美味しくて、私3つぐらい食べちゃった本当にね、美味しくて。で今日食べたいと思います。また今日もまた食べます。はい、で次にこれも食べちゃった。食べてるな、これも。でもこれリミちゃんに買ってきたんで、いいんですけど、リミが食べてくれて。こちらの知ってますか、コーヒーゼリーの箱買いですね。このこういうさ、こういうコーヒーゼリーの箱買いです、うんうん、そうです。でもねこれ8個入りじゃん。はいはい、安かったの。490いくらだった。なんかねめっちゃ安くて、そう、これはお買い求め品。リミちゃんがこのコーヒーゼリー大好きで、リミコーヒーゼリー大好きで、ね、そう、このコーヒーゼリーが大好きで、まあ、ママも好きなんだけど、だからね、うん、買いました。私はあんまりコーヒーに魅力を感じなくて、シーちゃんだけはダメなんで、パパも別に好きだけど、シーちゃんだけはコーヒー苦手だから、今日コーヒー色着てんのにねそれ関係ないよ、いいツッコミ最後これです。これは多分ね、あんまり見たことないと思う。静かに、しっとり滑らか、大人のバウムですなんかこれね、はい、カゴに入れてる人がすごいいっぱいいて、で私ママがね友達と行ったんだけど、友達がね、なんかみんなあのバウムクーヘン持ってないって言って、おいしそう、なんか見てみたいよねって言って、
見たらなんか美味しそうだったんで、うちらも顔に入れたのね、お友達とママ両方2人ともね。お美味しそうじゃん、入れよみたいなノリで、そうそうそう、それであのカゴに入れるじゃん、うちらも。そしたらね、知らない人がね、そのバームクーヘンどこにあったんですかって。いやー、もう大人気、大人気かどうかわかんないけど大人気、この日すごい大人気だと思う。じゃあちょっと開けてみよう、これママも興味あるんだよね、どうなんか。まだ中見てないからさあ、すごい美味しそう。ちょっと待って動画だから止まんない。いやすごい、こういう感じか。あ、美味しそうじゃん。16個入りです。やだ書いてあるからこっちだった。あ、美味しそう。何も書いてないね、袋にはね。え、いや、飲まないから美味しそう。美味しそうでしょ。袋からでは匂いはしませんでした、すいません。美味しそうだよね、これめっちゃ美味しそう。じゃあちょっとね、しほちゃんが味見してみたいと思います。いっちゃいます。はい、いただきます。どう？しっとり、滑らか、大人のバームだからちょっとどうなの？まあ、美味しい？うん、マジ美味しい、これ最高です、これは最高。なんかね、うん、うん、本当にバームクーヘンでした。はい、じゃあ今回はたまたまね、4個だけ買ったわけじゃなくて、他にもいろいろ通常に何、トマトとか、トマトとか、グレープフルーツのあのシロップ漬けとか、チーズとか、チーズ、そうそう、いつも買ってるチーズとか、あとマスクとか、なんか他にもいろいろ買ったんだけども、それはね、以前も紹介したことがあったりとかなので、そうですね、ちょっと省きます。はい、で初めて紹介するものだけこの4点をね紹介してみました。はい、しほちゃんのおすすめはチョコレートケーキ。はいチョコレートケーキめっちゃ美味しいです。めっちゃ美味しいよね、これ。クリスマスにもすごくいいかも。でもみんなね、やっぱクリスマスはちょっとクリスマスっぽいケーキを買っちゃうのがあれなんだけどね。うん、うん、クリスマスコストコめっちゃ混んでるしね。3年ぐらい前かな、3、4年前に1回クリスマスに、うん、あのコロナとか全然流行る前なんだけど、だから3年4年前か、行ったことあるけど、クリスマスに買い出し、うん、いや、高かったよ、すごい人だった。しーちゃんもいたけどね、もう覚えてないと思う。覚えてないですね、うん、やばかった、すれ違うのもやっとっていうぐらいすごかった。むしゃむしゃの食べて気に入りましたか、バームクーヘン。おいしいですね。おいしいよね、それね、うん、これもおすすめです。卵が感じられる。うん、卵、そう、そうか、そうかもしれない、なんか卵が感じられる感じだよね、鶏に感謝感謝感謝。大丈夫ですか大丈夫ですか、うん、これいいです。個包装になってるし、賞味期限も長いです。22年の5月までだから何ヶ月も持つし、半年ぐらい、そう、全然ゆっくり食べてもね、いい感じです。これ目を引く箱だしね、うん、うん、その日大人気でした、ママが買い物に行った日ニワトリに感謝ニワトリなの、卵だけ感謝作ってくれた人に感謝個包装にしてくれた人感謝届けてきてくれた人感謝、買ってきてくれたお母さんに感謝働いてくれたお父さんに感謝感謝みんなに感謝ですね、みんなに感謝ですね。それで美味しいものが食べれると、素晴らしい。ということで今回はですね、今回は紹介したことがないコストコの商品をね4点紹介してみました。ということで、それではバイバーイ。